皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は東京国際フォーラムに来ていて、第19回ゴールドコンサートを見に来ました。これはですね、 JK さんの補助事業にもなっていて、障害がある方たちがいろいろ演奏をしたり歌ったりっていうするコンサートになります。実際私も初めて、知って、初めて見るので、どういう方々がどういう音楽を、ね、奏でるのかすごく楽しみにしています。で、出場者の方とか、あとグランプリの方にもインタビューができるので、皆さんぜひ最後まで見てください。では行ってきます。配信は終了いたしましたが、この後ゴールドコンサート第2部としてスペシャルゲストのみそのさんのライブがございます。その準備の前に記念撮影を行いたいと思いますので、私も移動させていただきます。できるだけ早く撮影済ませますのでね、はい。じゃあ、これからですね、このコンサートの主催者さんのカイヤさんにちょっとインタビューをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ゴールドコンサートっていうのがどういうものなのかを教えていただけますか？はい、ゴールドコンサートは障害を持つ方の音楽コンテンツとして約20年前に始めたものなんですけれども、はい、現在ではダンスやカラオケといったものも含めて全国、あるいは一部アジアの国からも来てくださって、年に1回この東京国際フォーラムで決勝大会を行うという、そういったイベントです。もう今19回、今年19回で、来年が20周年ということなんですけども、なぜこのゴールドコンサートを始めようと思ったのかっていうのをお伺いしていいですか？私は日本で重度の障害を持ちながらも、大学まで出たんですけれども、その前アメリカに行ったんですね。アメリカに行った時に、日本は非常に遅れているの。やっぱりやりたい学校にも入れないし、やりたい仕事にもつけないし、現状を見た時に、NPO 活動してね、何かもう少し日本の障害者が活躍できるのを広げたいなっていうことを考えた時に、音楽だったんですよね。音楽はこうやってたくさんの方が興味を持ってくださるし、広く呼びかけることができるし、非常にいいツールだなっていうことがあるんで、それでこのコンテストという形式を選んで、開催してくれて、今は何回目標まで、このイベントも本来ならなくなればいいんですよ。なるほど。一般のオーディションとか、はいはいはい、一般のそういうね、発表する場があれば、はい、いいと思うんですけど、やっぱり今なかなか難しいというのがあるね。そういう社会になれば必要ないということになります。そうですね、やっぱその特別にこういうことをやるわけじゃなくて、誰しもみんな一緒に普通にそういうオーディションとかコンサートがあることが逆に目標っていうことですね。その通りです、はい。じゃあ私もちょっと今回初めて見させていただくので、すごく楽しみです。はい、じゃあ今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。JK さんの補助事業にもなっています。明日へ競輪とオートレースの補助事業です。叶えよう小さなチャレンジから。コンサートということになりました。出演してくれる仲間たちが私たちにたくさんの光と喜びを与えてくれることを期待します。どうぞ皆さんも最後までお楽しみください。エントリーナンバー1番、神奈川県からお越しいただきました、いちご一会&葉っぱオールスターズの皆さん、音楽部門での出場です。エントリーナンバー2番、沖縄県からお越しいただきました、小島春樹さん。
佐賀県からお越しいただきました直樹さん。音楽部門での出場です。ギター、ボーカル、DJ、発達障害、曲はオリジナルで奮闘作戦です。発表します。第19回ゴールドコンサート決勝大会歌唱演奏賞はエントリーナンバー3番 D ・イージェさんに決定いたしました。 D ・イージェさん、おめでとうございます。ありがとうございます。どんどんステージ中央へお越しください。 D ・イージェさん、おめでとうございます。ありがとうございます。それでは湯川先生お願いいたします。はい、今年は今も司会の方が言ってくださったように、残念ながらグランプリはございませんでした。しかし素晴らしいパフォーマンスで差し上げたいと思います。ユーコスミダ・ジャクソン賞エントリーナンバー6番にゃんこさん。にゃんこさんダブル受賞です。おめでとうございます。手話でダンスを披露したにゃんこさんがなんと今回は2つの賞を獲得しました。はい、ということで、今日あの出場者の方の演奏を聞いてみてどうでしたか。逆に素晴らしすぎて本当にこの後出たくないなって思うぐらい素敵なパフォーマンスで、でお客様もスタッフさんももちろん出場者も皆様もう類は友を呼ぶだなと思うぐらい最高の逆に一日をくださったというか、楽屋で全て見させていただいて聞かせていただいたんですけれども、いつもこう施設にお邪魔したりとかしても思うんですけど、本当にもらってばっかりというか笑顔だったり元気だったり刺激だったりをくださってめちゃくちゃ勉強になります。いつも本当に私は音楽をやってないんですけど、プロのアーティストさんの目線からやっぱこう目が見えないとか耳が聞こえない中での演奏をするとか歌を歌うってやっぱどれだけ難しいことなのかなっていうのはやってる人の方がよりこう分かるのかなと思うんですけど、どうですか、自分がやってみてくださいってこう言われたら。いや、まず、はい、うちもそのアーティストじゃないというかそのバラエティ番組の方が多かったんでラストの比率は。で30歳以降も CD 発売していませんし、なんかこう溝のから言えるような立場ではないとは思うんですけれども、もう本当に圧巻と言いますか、もうすごすぎて才能ある方々はもちろんそうですし、努力家、もう努力の塊じゃないですか。だからもうなんか本当に歌いたくなかったです。もういや、なんかもう見れば見るほど聞けば聞くほど自信がなくなっていくというか。いやー、そんなことないです。やっぱりでもね、私も初めて、こういう障害がある人たちのその演奏とかっていうのを初めて私も聞いたんですけど、やっぱすごいなって思いましたけど、やっぱもっともっと皆さんはきっと高みを目指している中で水野さんの今日の歌を生で聴けて、やっぱもっと持っていきたいっていうのは多分皆さん思ったことだと思うので、なんかもっともっと普通にいろんな人が受け入れてくれる世界がこういうコンサートをきっかけにしてあってくれたらいいなと思うので、ぜひなんか水野さんのからも発信をねしていただけたら嬉しいなと思います。もう全然こういう真実だったり事実をもっとより多く伝えたいじゃないですか。で届けるためにはやっぱり自分がもっと大きくならなきゃいけないんだなって、
痛感する日々なので、はい、なんでまあとにかく形にしたいなと思っているので、微力ながらにも続けていきたいと思っているので、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。すいません、じゃあ今日は本当にありがとうございました。こちらこそです。ありがとうございました。ゴールドコンサートでキッズボランティアということで、この4名の子たちがボランティアをしてくれたそうなので、いろいろお話を聞いていこうと思いますが、まあ、今日ボランティア、例えばどんなことをしたんですか？チラシの折り込みとか、あと出演者とかゲストとかへのインタビューとかっていうボランティアを中心にやりました。すごい。そういうボランティアは初めてですか？はい、僕は、今年初参加で、うん、3年目の、マサト君とか、うん、ハイチ君とかに教えてもらいながらやってたって感じですかね。ゆうた君も初参加？はい、ゆうた君も初参加で、2人が3回目、先輩ですね。え、2回目？ 3 回目？わー、すごい。実際やってみてどうでしたか？ちょっと緊張したところもあったけど、うん、やっぱり楽しさが勝りましたね。こういろんな、ね、人たちがこう演奏してるのも多分見てだと思うけど、なんかこう音楽やりたいなとか思ったりした？もともと音楽にちょっと興味があるんで、うん、そのより一層興味が湧いたかなって感じです。また来年もボランティアやりたいと思いましたか？はい、やりたいです。ゆうたくんはどうですか？今日は楽しかったですか？はい。来年またボランティアやりたいと思いますか？はい。あー、すごい。また来年やりますか？今度4回目とか。4回目。先輩ですね。たいちくんはやりたいね。大人の人もそうだし、お子さんもそうだし、参加できるので、ぜひまた来年のこのゴールドコンサートでボランティアやってみたいなと思う方はね、ゴールドコンサートの方にぜひ問い合わせしてみてください。じゃあ今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日の出場者の方にちょっとインタビューしてみたいと思います。ナオキさんです。よろしくお願いします。今日出場してみてどうでしたか？甲子園で、3回出場、とても楽しくできました。学校とかそういうのに行かれてるんですか？いや、全く独学で自分で調べたりして制作をしてます。すごい。なんかやろうと思ったきっかけってあるんですか？音楽をやりたいなとか。きっかけは15歳ぐらいの時に祖父がギターを買ってくれる、そこでちょっとなんとなく、あ、じゃあちょっとやってみようかな。まず曲作りというか、まずギターを始めたことが。やっぱ将来的にはなんかこう音楽で仕事をしたいっていうのは、今はそういうのはありますか？仕事にしたいもあるけど、やっぱりなかなか難しいところがある。自分が作ってる音楽とかっていうのをこう自分から発信する場所っていうのはあるんですか？YouTube チャンネル、ニコニコ動画に、ぜひチャンネル登録とかあれしていいですか？チャンネル名が、チャンネル名がなおって、あのカレーで検索すると出てくるので。わかりました。じゃあ、あの概要欄に URL を貼っておくので、ぜひ皆さんチャンネル登録をよろしくお願いします。そこで、ね、あの楽曲が聴けるので、私はすごい楽しかったです。あのイラストも、ね、あの、はい、あの書かれてありましたので、すごく楽しかったなと思いました。来年は出ますか？出ませんか？いや、出たいなと思います。はい、ぜひ来年も頑張ってください。はい、じゃあすいません、今日もありがとうございました。ありがとうございました。それぞれの色がたくさんあって、とても楽しいコンサートでした。芸術に興味がある方、チャレンジしてみたい方はぜひ来年ゴールドコンサートに出てみてはいかがですか？そして皆さんもゴールドコンサート見に来てください。